はい、こんにちは、まえちゃんねる前原で す。はい、今日はこちらですね。うん、スターウォーズフォースの覚醒マイクロマシンブラインドバックシリーズ1です。はい、12月18日にですね、スターウォーズエピソード7フォースの覚醒が公開されますので、はい、今週はですね、すべてスターウォーズでいきたいと思います。はい、はい、ということで第1弾はこれなんですけども、はい、その前にですね、ちょっとね、自慢ご報告したいことがありましてですね、こちら、そう、こちらなんですね。実はですね、スターウォーズのジャパンプレミアに当選された方にですね、お誘いいただきまして、なんと私も行ってきました。はい、はい、ちょっとね、子供が参加できるイベントじゃないということなので、パパとその誘ってくれた方で行ってきたんですけれども、はい、役者さんが来日してやるレッドカーペットのイベントで、はい、あの主要のキャラクターの役者さんが来日されました。はい、このね、レイ役のデイジー・リードリー、うん、フィン役のジョン・ボイエガ、あとカイロ・レン役のアダム・ドライバー、うん、それと監督の J.J. エブラムス、このね、4人が、うん、来日されてですね、うん、なんとサインをいただくことができました。はい、ただね、そのね、前日にちょっとお誘いいただいたので、いろいろ用意ができなかったので、うん、何がね、目立ってサインしてもらえるかなと思ったのね。うん、そしたら、あのこの前ね、あのめぐみチャンネルのめぐみさんがいろんな YouTuber の方たちに、うん、この iPad にサインもらってたから、あ、これがいいやと思って、うん、で、やったんだよね。うん、僕はあのすごく後ろだったので、こうやってこうやったんだけど、やっぱね、うん、全然ね、届かなかった。うん、ところが、あのね、他の方たちがこれ回してくれて、サイン書いてもらえてさ、うん、すごい嬉しかった。もう優しい。そう、優しい。スターウォーズファンってね、なんかこう、何、ユニオンっていうか、すごい優しいなと思って感動しちゃったんだけど、うん、前焼きとして、まずこれがですね、デイジー・リードリーのサインですね。うん、でこれがジョン・ボイエガ、はい、でこれが、こう見るのかな、J.J. エムラムス、はい、はい、そして一番下がですね、アダム・ドライバーではなくて、アダム・ドライバーね、ちょっと時間がね、押してたのでサインしてもらえなかったんです。うん、だこれはプロデューサーのブライアン・バーグのサインですね。うん、はい、この4つをいただきました。もう超これね、宝物。うん、宝物そう、これすごい宝物。うん、今回はですね、こちらを開けていきたいと思いますね。はい、4つあるので、エイシング2つ開けてください。はい、じゃあお願いします。行きましょう。はい、じゃあ1パック目、はい、開けました。パパのトバック目、タイファイター。タイファイター、あ、どうですか、出来は。お、いいじゃん。いいね。うん、はい、パパは、お、A ウィングだ。うん、じゃあ次、エイシング、はい、かもしれません。おお、ランドクルーザーじゃなくて、なんて言うんだっけ。お、パパはサンドトルーパーということで、一つ目はタイファイターだね。はい、これのこのこよくできてんじゃない。うん、うん、ちょっとね、あの曲がっちゃってたけどね、これ、うん、これ形整えるの大変かな。うん、はい、次はエイウィングファイターですね。うん、これちゃんと塗装されてるからいいね。うん、うん、裏側になんか穴があるので、こういうのなんか立てたりできるのかもしれない。うん、次にエイシン君が出たのはこちらのスピーダーだね。うん、エピソード4でルークが乗ってたスピーダー。ルーク乗ってるしね。うん、相当ちっちゃくて、なんか誰かわかんない。うん、髪の毛が変わってる。ね、はい、こんな感じでございます。うん、そしてこちらが、サンドトルーパー、サンドトルーパーでやってたかな、と、これなんて言ったかちょっと覚えてねえや。イグアナ、イグアナじゃないんだけど、タトゥインで住んでるなんかトカゲみたいなやつかな。うん、ブーン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 って歩くんだけど、これはよくできてるかな。うん、うん、でもストームトルーパーの目とか、この塗装がちょっと甘いよね。うん、変な顔になってる。うん、はい、ということでですね、今日はちょっと早かったかな、スターウォーズのフォースの覚醒マイクロマシンブラインドバックシリーズ1ということで4パック購入してきましたね。はい、これはちなみに1つ400円。うん、結構高い。あとレッドカーペットイベントにお誘いいただいて、このようなですね、超お宝のサインをゲットすることができました。うん、これすごく良かった。はい、ということで今日の動画ちょっと短めでしたがね、はい、もし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、はい、楽しみだね。あとね、この公開時点であと4日かな。おお、うん、超楽しみ。うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。